ていきたいなと思います。のびよしです。東部方面隊所属、登録番号1391。自己紹介長いです。コードネームアルファ、ミスターライヘ、気をつけ。あ、気をつけ。皆さんも何人かやられてますよね。オツです、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、なんで我々に敬礼していただきましょう。ありがとうございます。全体、直れ。いや、やってる方いらっしゃいませんよ。大丈夫です、全体に言われてね、大丈夫ですよ。休め。いや、休んだ状態で僕たちのことを見てくれてるんで大丈夫だと思います。笑え。そこは笑ってください、皆さん。よろしくお願いします。ありがとうございます。今うちの相方見ての通り、元自衛官ですね。自衛官と一緒に漫才頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。特技は、サツさんと処理とスイーツ作りであります。差がすごい。ね、差がすごいんです。スイーツ作りもね、さることながら。サツさんの処理がね、得意ということで。今日はね、でもね、この会場を笑いでドッカンドッカン爆発させたいななんか思ってますんで、よろしくお願いします。お前さ、ドカンドカン爆発、うん、まあ、人の動き何だろう。その意味で言ったわけじゃない。危ないもん何も持ってねえ俺。手榴弾とかバズーカとかドカンってやらせるわけじゃねえんだよ。武器発見。あ、見つかっちゃった。リーサルウェポン、バカ野郎。何言ってんだお前。のっけから何してくれてんだお前。いや、お前すいませんね、本当に。不発弾の処理しろよ、おい。不発弾の処理、どっちかする不発弾だろうが、お前。クーじゃねえんだよ、お前。さっきふってなってたけど。違います。もっと自衛官と一緒にね、漫才頑張っていきますんで、よろしく。今日は名前とぜひコードネームだけでも覚えて、顔だけでも覚えて帰ってください。僕コードネームない本なんで、よろしくお願いします。いや、あの、最近思うんですけどね、はい、あの、まあ、12月でクリスマス中間じゃないですか。さっき気になる女の子ができまして、うん、その子がね、もう守ってあげたいような可愛い女いてぇの。喋ってる最中だろ、なんでグーパンチ。そんなんじゃ女の子守れねえか。いきなりグーパンチ飛んできたらそれは守れねえだろうが、さすがに。お前大工さ、相方という名のバディがいながら、お前どういうつもりよ。気持ち悪いな。焼き餅焼いてんじゃねえ。別に俺はお前バディで相方は好きだけど、別に女の子好きなのそれでいいだろう。バディのどこが不安なんだよ。バディのどこにも不安ないけど。俺のバディのどこが不安なんだよ。気持ち悪いな。俺のって言ったらお前の体になっちゃうだろうが。気持ち悪いな。俺女の子が好きなのっつってんだろうが。あ、その女の子のバディ目当てか。バディじゃねえよ別に。でお前さっきからバディバディ言ってるけど、体はボディな。ボディ、女の子のボディが好きなんだ俺は。何を言わせてくれてんだお前。何を言わせてくれてんだよ。じゃあさ、俺女の子落とす方法いっぱい知ってるから。あ、そうなの。今からその練習しようよ。あ、じゃあいいじゃないですか。ちょっと待ち合わせからね。あ、わかりました。じゃあ、あー、遅いなー、西田くん、いつなってくるんだろう、本当にもう楽しみーの。渡せ。なんで北電車で行くんだよ。女の子が北電車来るのおかしいだろう、お前。本当にお前乗ってく。乗ってどこにだ。立てよ、お前は。どこに乗ってくんだよ、そこで。お前おかしいだろう。何で遅れたのよ。北で来たら遅れちゃった。走ってこいじゃん。北で来るって言ったら走ってこいよ、お前本当によ。何考えてんのさっきから。お前さ、そんな興奮すると何なんだよ、お前。化粧が落ちるよ。落ちてねえよ。もっと汚れちゃっちゃうのに、お前本当に。何言ってくれてんだよ本当に。これはどうなんであります。知ってるよそんなこと。自衛隊を塗るやつだろ。じゃあ金棒製であります。それは知らなかったけど。いいんだそんなこと、豆知識入れてこなくて。じゃあ普通の待ち合わせしてよ。なんか後ろからダーンダーンみたいなのあるでしょ。ああ、ちょっと。はぁ、あ、西田くん遅いね、ほんとにもう。だーれだ、西田くん、バカくさーい。殺すな。デート行けねえだろ、僕ら。そんなんだったらこんなんじゃダメでしょ。こんなんじゃデートできねえよ。でも女の子って、後ろからギュッとされたら一発で押しちゃう。じゃあお前一発で押しるやり方やってくれよ、しっかり。ほんとにこんなところを呼んでどうするつもり。ごめんね、尖閣諸島に。ダメ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 。おい、どこよ。一番問題になってんのは中国と日本で今空争ってるところじゃねえか、お前。本当によ。了解。バカ野郎。海も確かに争ってるけどね、じゃねえんだよ本当によ。何考えてるのよ。もう私帰るからね、本当に。ちょっと待てよ。何やの、プンプンプン。俺さ、日本っていう国も守りたいけど、それ以上に守りたい人ができた。嬉しい。もしかして俺、お前のこと大好き。また西田くん、バカこらえ。死んでばっかじゃねえか、おい。恋に落ちるんじゃなくて落とすっておかしいだろ、ほんとに。お前こんなんじゃダメだ、こんなデート。お前ほんとに全然説得力ねえよ、お前。どうすりゃいいんだ俺は。じゃあ俺のバディで我慢して。気持ち悪いわ、いい加減にしろ。おっ、どうもありがとうございました。